上宮神社。上宮神社は、福井県鶴ヶ市上宮にある神社。式内社論社で、旧社格は、剣社。神門は、十六弁八十義区、共へ、霧。古くは、紀士神宮、越前国一の宮の奥の宮、拙者であった。上宮神社は古くは、上宮、常宮、上宮御前、上宮大権現とも称された。この、上宮とは、 神宮皇后の神託の常に宮石波風静かなる成田の死や日南むという。古くは常の宮と訓読みされたが、中近世から上宮と音読みされるようになり、明治元年1868年に現在の社名読みに定められた。また、平安時代中期の日本文徳天皇実録や演技式神明帳に見える。 天八百万姫神社、天八百万姫神社、雨のよろず姫神社は、古代の上宮神社を指す社名とされる、伊勢津森。その他、上宮神社は、紀妃神宮と深い関係にあったため、古くは、本宮、拙者、口宮、奥宮、ひもろぎ宮、鏡宮、神谷城、下社などと一体でも称されていた。 祭神は次の七柱。社殿では、天八百万姫命は、養蚕の神として上古より鎮座したということから、天八百万姫命は、在地の神であると考えられている。他の六柱は、神宮皇后の出生伝説に基づいた、大宝三年、七百三年の号詞と伝えられるが、これは、当時の八万信仰の広がりに伴った号詞であると、推測されている。 主祭神が、伊佐沢家の命、貴妃神宮主祭神ではなく、天8 0 0万姫命であること以外は、これらの祭神は、貴妃神宮と同じである。上宮神は、下妃神と関係が深いとされており、貴妃神宮から参詣を受ける、総三祭、霊祭は、一説には、伊佐沢家の命が、天8 0 0万姫命を訪れる神事であるとも言う。本殿の祭神については、教法3年。 1718年の上宮本儀や明細帳では上記のように三座である旨が記載されている。しかし別説として下飛宮社記、騎飛神宮の古記録では祭神を二座と、主神は神宮皇后であって、天8 0 0万姫命はその別名であるとし、中愛天皇を愛殿に祀るとしている。神宮皇后は上宮で腹帯をつけて、畜死で、 王神天皇を出産したという古事から、上宮神社は安山の神として信仰されている。また、神宮皇后が三冠征伐に際して、カイ路の無事を祈願したとの古事から、航海や漁業の守護神としても信仰される。社殿では、主祭神の天八百万姫命は、上古より、当地に沈まっていたという。そして、中愛天皇2年2月に天皇と神宮皇后が、 けひがみを廃してから、三冠性伐に赴むく際、天皇は単身キを経て、長門へ向かったが、皇后はなお上宮に泊まって、外政の計り事を巡らし、六月初の日に出征したと伝える。その後大宝三年、七百三年に直命によって、社殿の修造がなされ、神宮皇后、中愛天皇、山和武の命、王神天皇、玉器命、 竹内すくね命の六柱が合祀されたと伝える。以後は、貴妃神宮の境外拙者として推移したという。一方で、貴妃宮社記によれば、関武天皇の御世に神宮皇后の神霊が次元して、常に見合いし、云々の神託を垂れたので、皇后を、天八百万姫大臣と称えて祀ったといい、さらに上は十一年、八四十四年に、 神宮皇后を勘定したとの別伝が記されている。神社の社地背後には古墳時代後期のものと推測される横穴群があり、当地は鶴ヶ湾内の病地という環境のため早くから人々の定住があったと考えられている。これに関連して平時の港、鶴ヶ津、避難停泊港、上宮湾という関係に、騎士神宮、上宮神社の結びつきの初っ端を見る説もある。 国史では、最高三年、八百五十六年に、天八百万姫神が、感謝に列したという記載があり、同神は、同年十四日の深海に助されている。また、延長五年、九百二十七年成立の、演儀式神明朝では、越前国鶴賀軍に、天八百万姫神社として式内者の記載が見える。その後、越前国内神明朝では、 1 2 8八百万姫大名人の記載がある。上宮神社は、これらの文献に見える、1 8百万姫神にあたると考えられている。ただし一説もある。社殿では、その後昭和4年、1015年に、天台像の演習創上によって再興されたという。以後記録によれば、協力2年、1529年に、朝倉高景、景気によって修繕が加えられて、 東殿が造営された。そして、天正2年、1574年の炎上を受けて、文六4年、1595年に、鶴ヶ城主の大や義継によって、仮宮が、さらに慶長7年、1602年に、越前国主の結城秀康によって、本武、本殿が造営された。また、秀康は、常宮浦、33国ごとお社地として寄進したという。 明治四年1871年には、オバマ藩から、紀比神宮拙者に定められた。明治九年1876年に、近代社格制度において、権者に列し、明治年、千年1877年に、内務省から、神宮の拙者に定められたが、その後神宮からは、独立している。千八百万姫神に対する深海、宝女の記録、 否定には異説もある。上宮神社には、社家はなく、明治の神仏分離までは、天台宗の社僧が祭祀を執行した。社僧の棒としては、文禄四年、1595年の胸札では、宝蔵棒、光長棒、持用坊、棒、蔵棒、泉蔵棒、大棒の六棒が見える。さらに、漢文元年、1661年の、 主労道胸札では上記に加えて、上寿棒、宝仙棒が、文政五年、1822年の胸札では、円蔵棒の記載がある。以上の車窓は明治元年、1868年4月に、連続して新職となったが、現在残っているのは、宝蔵棒の流れを組む宮本家のみである。境内は4455坪、約1.5ヘクタール。 主要社殿は、江戸時代の再建である。内本殿、本宮は、江戸時代中期の聖徳三年、1713年の再建。見間社流れ作りで、正面、桁雪三つ側面、張間三つ間、内手前の張間一軒分を全室とし、正面に一軒の後輩を付す。屋根は古くは日和田武器であったが、現在は銅板武器である。また、は、で、 前室、後輩は角柱である。前室は、三社よりも一段低く付されており、広梁関東には彫刻が施されている。この本殿に見られる、装飾、形式については、紀比神宮の旧本殿、江戸時代初期の造営、空襲で、小室との共通点が指摘されており、神宮の両流作りの後部が省略された形式で、あるとも考えられている。この本殿は、 福井県の有形文化財に指定されている。廃所は正面一軒、側面二軒の四方吹き話し、壁や建具がないの建物で、屋根は東派府づり、銅板吹きである。元は紀比神宮の中門、高から門であり、昭和18年、1943年に現在地に移築された。福井県神社市は、官営14年、1637年に、 初代オバマ藩主、堺忠勝の寄身によるものとするが、細部の様式から、江戸時代末期の造営とみられている。注文は、江戸時代中期、法暦十二年、1762年の造営。正面一軒、側面二軒の高から門形式の四つ足門で、屋根は、銅板武器である。これら廃書、注文は、本殿と共に、福井県の有形文化財に指定されている。 本殿の周囲には、紀比神宮と同様に東殿宮、手前東、西殿宮、手前西、総社宮、平殿宮、共に奥東の四社殿が並ぶ。これらは本殿と合わせて大御座と称される。その他の社殿として、海に面して紀比神宮を拝する拝殿、国宝、朝鮮省を治める宝物庫がある。その他、海際には、 流頭松と呼ばれる大木が立つ。この松には元旦創業に鶴ヶ湾の海中から一段の炎、流頭が昇ってとどまるといい、その明かりは元日の灯明に剣じられるという。本殿製法には屋根が繋がった四社があり、これらはそれぞれ式内社に否定されている。日本文徳天皇実録によれば、天国靴姫神、天国靴彦神、天霊神、 山笹義彦神の四神は、いずれも、天八百万姫神と共に、最高三年、八百五十六年に、感謝に預かって、十五石田の深海に除されている。その他の経代者、霊祭は7月22日に行われ、総三祭、総三祭、宋のうまいりと称される。紀比神宮の神々が、宮寺家神職と共に、上宮神社に参詣を行う祭りで、 木碑神宮と上宮神社の古くからの繋がりを象徴する神事である。祭りでは、神宮の神霊が船形の御輿に移され、餃子船、神宮丸に乗って、三行浜から出港、船中で祭典を行った後上宮に至る。この日は、金漁となり、餃子船に奉仕すれば、豊漁に恵まれるとして、漁業者は小舟で栄光する。その由来については、 神宮皇后が百官を率いて出生した伝説に基づくとする説や、ひかみの毛ひかみ、いささわけの命が、女神の上宮神、天八百万姫命を訪問するという説がある。その他、明治初年までは、法上会など、八万信仰に基づいた神事が行われていた。所在地、交通アクセス、周辺、駐車区出店、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。